2008年、福岡県で小学1年生の男の子が母親と公園へ出かけて行方不明になるという事件が発生しました。トイレに行き目を離した 2,3 分の間に行方がわからなくなったと母親が警察へ通報し、その日の夕方にトイレ裏で亡くなっている姿が発見されます。子供を狙った犯罪は恋愛者、対人関係に問題を抱える若者の可能性も疑われましたが、犯人はごく身近にいた意外な人物だったのです。誰が男の子を手にかけたのか、そこにはどのような目的が隠されていたのか、今回は様々な感情と衝撃が入り混じる福岡省一男児事件の真相を解説します。まずは事件概要をご説明します。2008年9月18日午後3時15分頃、福岡県福岡市西区小戸の公園に母親の冨石薫さん当時35歳と長男の幸喜くん当時6歳が遊びに出かけました。3時30分頃、母親は十数メートル離れたトイレへ行き、幸喜くんはアスレチックコーナーの大型遊具で遊んでいたそうです。その後トイレから戻ると幸喜くんの姿は見当たらず、帽子だけが落ちていた状態。通りがかりの人に、黒い T シャツを着た男の子を見ませんでしたかと尋ね、偶然近くに居合わせた10人くらいの人たちと幸喜くんを捜索。見つからなかったことで、それに慌てた母親が午後3時57分に警察へ通報し、4時25分頃、近隣住民が公園内で倒れている幸喜くんを見つけました。5時15分搬送先の病院で心肺停止を確認、亡くなっていることが診断され、消防からの連絡を受け担任教諭が駆けつけた時、母親と祖母は放心状態で声をかけられない状況だったと伝えられています。学校は保護者全員へメールで概要を説明し、登校に付き添うよう要望。翌日は教員や地域住民も通学路に立ち、子どもたちの安全に配慮しました。発見現場はトイレ裏側の外壁と柱にある幅55センチの隙間、外壁にもたれかかるように膝を曲げ座り込んだ状態で、亡くなった原因は携帯電話のストラップに似た紐で首を絞められたことによる圧迫です。元警視庁捜査一課の刑事や犯罪心理学の教授は、社会から阻害されたと感じる若者の犯行ではないかと分析しますが、事態は思わぬ方向へ展開します。9月21日、幸喜くんの葬儀も終わり、母親が任意で事情聴取され泣きながら関与を認めたことで、9月22日殺人及び死体遺棄容疑で逮捕されました。そう、我が子の命を奪った犯人は母親だったのです。では母親を逮捕するに至り公開された情報もお伝えします。当日、障害者用の女子トイレに幸喜くんのものと思われるサンダルの足跡が残されていました。発見された時、幸喜くんは裸足で足に土がついてなかったことから、おそらくこの個室で犯行に及んだと思われます。さらにトイレから北へ約50メートル離れた雑木林に幸喜くんのものと思われる携帯電話も発見されていますが、子供を狙った犯罪で計画性を持っている場合は、これほど近くに所持品を放置することは少なくありません。警察の目をトイレからそらしたくて離れた場所に投げ捨てたのではないでしょうか。幸喜くんに GPS 付けの携帯電話を持たせたのは、衝動性の高い子供の障害を考慮した対応策でしたが、それを偽装工作として利用したのです。またわずか 2,3 分の間に第三者が幸喜くんを手にかけ、トイレ裏へ隠すのは物理的に無理があり、いつ母親が戻ってくるかわからない状態で犯行に及ぶとは考えにくい。そしてこれはあまり公になっていないようですが、母親は幸喜くんが亡くなった病院から大手生命保険会社に連絡を入れており、携帯電話に電話番号が登録されていたとしても、我が子が亡くなってすぐそのような行動に出られるでしょうか。仮に冷静な性格だったとしても、幸喜くんが亡くなった場合には1000万円以上の保険金が支払われることになっていたので、このことも母親に注目する要因だったかもしれません。ニュースとして報道された情報からなんとなく違和感を覚えた人もいました。幸喜くんは亡くなる1週間くらい前に不審者に声をかけられたそうで、いくら昼間だとは言ってもそのような状況で6歳の子供を一人にするでしょうか。さて、ここからは子供を手にかけた動機を解明したいと思います。すでに報道されている通り、母親は繊維筋痛症を患いながら発達障害のある幸喜くんを育てていました。繊維筋痛症は原因不明の慢性疾患で、全身の強い痛みやこわばり、睡眠障害やうつ症状も現れ、
人によっては一人で立ち上がることも容易ではありません。彼女の場合はシャワーを浴びるのも痛がり、手に力が入らず、料理の時は包丁にタオルを巻いて手に固定していました。あの日もいつものように光輝くんへトイレの介助をお願いし、その際に、何もしてくれないのにお手伝いばかりさせられる、病気のお母さんなんかいらないと言われ、絶望的な気持ちになったことから、この子を手にかけて自分も命を絶とうと考え、犯行に及んだと言われています。つまり日常的に不安定なメンタルを抱え、この時点で限界ギリギリをさまよっていた。この子さえいなければ苦労してなかったのに、どうしてこの程度のことを手伝ってくれないのか。自分が元気ならこんなこと頼んだりしない。これまで我慢してきたさまざまな感情が膨れ上がり、それが一気に光輝くんへ向かったのでしょう。発達面に課題の残る子供であれば、親に対して憎まれ口を叩くこともあります。ましてや相手は6歳の子供、テレビやゲームに影響され余計な一言を口走ることも珍しくありません。普通の健常児であってもそれは同じで、発言しても許される場面と区別がつかなかったり、調子に乗って思ってもないことを言ったり、大人なら言わないことを平気で言ってしまうのが子供です。母親もある程度は分かっていたからこそ、あの日までは懸命に子育てしていたのでしょう。しかし、せっかく公園へ連れてきたのに、トイレから立ち上がる介助を拒否されたことで、今までの自分を全て否定された気持ちになったのではないでしょうか。最初から手にかけるつもりはなかったと思いますが、光輝くんの放った言葉で衝動を抑えられなかったのだと考えられます。ですが、トイレに行き目を離した 2,3 分の間に行方が分からなくなったと話したことは嘘で、その後は遺体をトイレ裏に隠し、被害者を装って警察に助けを求め、周囲の人に探してほしいと頼んだ行動は、この子を手にかけて自分も命を絶とうという発言と矛盾します。この子を手にかけたことを知られないようにしようという気持ちからだとすれば、自分の保身を優先したとしか受け取れません。トミー・シカオルとは一体どのような人物なのでしょうか。ここからは彼女の生い立ちと人柄に迫ります。彼女は厳格な公務員の家庭に生まれ、3人姉妹の末っ子として育ちました。小学校では学級委員を務め、責任感が強く弱音も吐かない性格で、地元の高校を卒業、20代の時結婚して、その2年後に光輝くんを出産。3人で水族館や動物園に出かけるような普通の家族でした。ところが光輝くんが4歳か5歳の頃、面白くないと物を投げたり壁を蹴るようになり、福岡市内の大学病院で発達障害と診断されます。2008年2月、特別支援学級がある西区の小学校に通わせるために引っ越し、8月頃から彼女の体調も悪くなり、仕事を休職、通っていた学童保育を2学期から利用できなくなったことも、子供との時間が増えて負担を感じていたのではないでしょうか。実は彼女は交通事故で足に障害が残っており、周囲は繊維筋痛症まで患っていると知らなかったようですが、光輝くんの葬儀にも車椅子で参列していたところを見ると、具合は悪化していたのかもしれません。光輝くんは成長するにつれて衝動性がエスカレートし、母親は息子に右肩を叩かれ、あざを作っていますが、階段で転んだと夫にも嘘をつくほど、障害児を受け入れる完璧な子育てを目指していました。そのせいで育児のストレスも倍増しましたが、医師に入院を勧められても断り、事件を起こす10日前には大量の睡眠薬を飲んでいます。彼女の状態が悪くなってきた頃、実の母親は脳出血で倒れ、娘と孫の様子を見に行けなくて電話した時は、仕事は休んでるけど元気よと気丈に振る舞い、弱音を吐きませんでした。でもやっぱり大変やけん、こっちに帰っておいでと説得しても、したいことを中断されるとパニックを起こすからと言い、光輝くんを優先させたようです。小学校の懇談会では、うちの子は落ち着きがないので、迷惑をおかけすることがあるかもしれませんと話し、知人には、子供が元気すぎてコントロールが効かない、自分が病気だから面倒を見るのが大変と語っていたそうですが、病気を抱えながら子供を育てる負担は周囲に伝わっていなかったのでしょう。これほど子供を心配した彼女なのに、なぜ光輝くんを手にかけてしまったのでしょうか。この事件を取材したジャーナリストの情報によれば、あの日2人はドーナツを作ろうと卵を買いに出かけ、その途中で公園の水たまりで遊ぼうと光輝くんが母親を誘いました。
足に力が入らなくなった彼女は、お母さんは遊べないのよと息子へ伝えましたが、いつも不自由な体を助け授業参観にも来てくれない母親に対し拗ねた気持ちを持っていたようで、トイレに立ち上がる際の介助を断ったのはこの時のちょっとした反抗心からかもしれません。自分と子供の将来を悲観して手にかけたと結論付けられていますが、福岡県警の捜査員の一人は、公園での捜索は悲劇の母を演じて自作自演をしていたから正直どこまで信じてよいか微妙だと発言しています。捜査員の言葉を裏付けるように、母親は救急車に乗り込むまで何度も幸喜くんの名前を呼び続け、全身をガタガタと震わせていたと言われているので、これが演技だとすればいささか大げさな演出だったかもしれません。葬儀でも泣き叫んでおり、その様子はまるで代理ミュンヒハウゼン症候群と誤解されてもおかしくないと。代理ミュンヒハウゼン症候群は子供に病気を作り面倒を見ることで心の安定を保とうとするメンタルの病気で、幸喜くんは発達障害があるので当てはまらないかもしれませんが、それに近い様子だったと言われています。この事件の裁判は検察側が懲役12年を求めたのに対し、弁護側は服用していた抗うつ剤の影響で心神耗弱だったと主張。2011年3月18日福岡地裁は病気や子育てについて同情の余地がないとは言い切れないとして懲役8年で判決しました。逮捕後に2ヶ月ほど精神鑑定を受けパニック状態に陥ったこともあるので、心神耗弱は嘘ではないようです。夫と両親は彼女に接見し、分かってやれなくてごめん、待っているから、そう言葉をかけ、それを聞いた彼女は拘置所で朝夕に手を合わせるようになりました。現在は出所していますが、どこでどう暮らしているか定かではありません。ただし一つだけ想定できるとしたら3世代続く宗教です。彼女の家は祖母から続く熱心な創価学会信者で、幸喜くんの葬儀も学会の形式に沿ったもの。幼い頃から信心すれば病気や悩みが解消すると教えられてきたので、出所してから心の拠り所として頼ったとしても不思議ではありません。今回は犯人も逮捕され刑期を終えていますが、子育てや障害に理解ある社会となることを願うばかりです。富石幸喜くんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？